男性がずっと支え続けたい、そう思う女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が好きになった女性に対して、ただ好きという感情だけではなくて、人として、そして仲間として、そして女性として支え続けたい、そう思う女性にはいくつかの特徴がある。今日はその代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。まあ、支えるとか支えないというより以前にね、まあ、どういうふうにこう彼に好意を持ってもらおうかとか、彼との心の距離をどう縮めていこうかみたいなね、もうちょっと手前の話については、こういうお話をね、以前にこのチャンネルの中でもご紹介差し上げています。まあ、こちらをご覧になっていただいた方がいいのかなと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出ています。まあ、関連する動画はね、このチャンネルの中ではいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、まあ、合わせていくつかご覧になっていただければいいんだけども、まあ、今日はもう一歩踏み込んだところでね、ただ単に好きということだけではなくて、彼女のことをずっと支えていきたいな、彼女の力になりたいな、そう思える女、そう男が感じてしまうような女性、どんな女性なのか、そんなお話を今日はご紹介していこうと思います。もちろんここでご紹介差し上げるお話、全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄にリンクが出ていますから、そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出ています。こちらの方からね、ホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで、今日は男性がね、ずっと支えたいと思ってしまう女性の特徴ということで6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、支えてくれることなんですよね。あなたが彼をどれぐらい支えているか、人は自分を支えてくれる人のことを支えたくなるんですよね。それは男女の関係に限らず、お友達同士でもね、ビジネス上の関係でも、同性同士での関係でも基本的に同じじゃないですか。人は自分を支えてくれる人を支えたい、これが男女の関係であればね、なおさらそうで、単純にね、好きだから、愛してるからとかね、大切だからっていうことと同時に、やっぱりそういう人が困ることがあるんであれば、それはやっぱり支えようという気持ちから入っていきますよね。そして実際に自分が支えられた時、あ、自分が愛し大切に思っている人が支えてくれているならば、もっと自分も支えたい、そう思うのはごくごく自然なことなんです。どうしてもね、こう支えられないとか、どうしてもなんか私ばっかりっていうふうにね、こう感じてしまっている時っていうのは、言うほどお相手の力に慣れてないことが多かったりとか、言うほどね、お相手にとってはそれを支えだと思えていない時もある。これは男女逆にしてもそうですよ。彼がね、一生懸命あなたを支えてるつもりでも、あなたにそれが伝わっていない場合もあるし、あなたがね、支えたいなと思って、私は彼を支えてるのにと思っているにもかかわらず、彼がね、それにいまいちピンときてないこともあったりするから、そのあたりはコミュニケーションでね、埋めていくことはできると思うんです。あなたが困っている時にね、私こういうふうにしとるよとか、こういうことをやってあなたの力になってるよということをちゃんと伝えてあげるとか、分からせてあげる。そして、彼にね、あなたが支えてあげているんだということを実感してもらう。実感することによってね、あ、そうか、彼女がこうやって僕を支えてくれるんだ、だから僕も彼女を支えよう、支えたいというふうに思う。その関係がね、相互に、どっちが一方が支えるっていう話じゃなくて、やっぱこう支え合える関係ですよね、ができると一番理想的なので、どちらかというとね、こう自分ばっかりなんかやってるのに、こう何も返ってこないな、なんか誰も私を支えてくれてないな、なんていうふうにこう感じてしまってる人、男の人も女の人もそうなんですけど、あなたが
お相手をね支えているかどうか、お相手がね支えてもらえているという実感を得られているような支え方であるとか表現をしているかどうかっていうことについては、まあ、一回ね、そこは見直してみた方がいいのかもしれないし、またあなたがねあいつも私彼に支えられてるわっていうふうにこう感じるとか、まあ男性であればね彼女に支えてもらえてるなっていうふうに思ってる時っていうのは、まあ割とね自分がちゃんとお相手のことを支えている時だったりもするので、まあ当たり前の話をね、まあ、何を今更と思うかもしれないが、まあ、ここ結構重要だったりするんでね、まずは、求めるならば自分から与えると、支えたいなら自分から支えるというところではないでしょうか。ということで2番目です。はい、甘えてくれる女性なんですよね。甘えると言っても別に寄りかかるとかね、まあ依存するというニュアンスとはちょっと違っていて、まあちょっとこれに関して私ね助けてほしいんだとか、これに関しては私支えてほしいんだ、これに関してはあなたの力が必要なんだけどちょっとお借りできませんかということを、まあ、言ってくれることですよね。これポイントは2つあって、1つは男の人は女の人は何に困ってるか分かんないっていうね、まあ、そういう問題がある。あなたがしっかりと自分が何に困っていて何で支えてほしいかということを言わないと彼は理解ができないので、あ、全然私大丈夫だから、私全然あの気にしなくても平気よってね言いながら、実はいや助けてほしいのに、でこの助けてほしい気持ちを分かってほしいのにと言っても彼には全く分からないから、その助けてほしいなと思う気持ちをやっぱり言葉にしてあげる。男の人は女の人の気持ちがね分からないって話はこのチャンネルの中でも随分お話し差し上げています。どうしてもね言葉を額面通りに受け取ってしまうので、ね、あなたからしてみると支えてくんないこの人なんで分かってくんないのかなと思っても彼にはその能力はないんですよね。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出てるんで、この話をねちょっと思い出していただきたいんですが、だからあなたがこういうことで支えてほしいんだっていうことを甘えて言葉にしてあげると、彼はあそうなんだっていうことが分かると。そして、もう一つの点から申し上げると、やっぱりこうマウント取れるっていうね、こうやっぱり下から来られる感じがしますよね。こう甘えられるというのは、あそうなんだ、俺の力が必要なんだ、じゃあ俺頑張っちゃおうかなっていうね、ちょっとこう自尊心が満たされたりとか、まあ自己重要感が満たされるんですよね。まあお願いされるとね、男の人はどうしてもねそのお願いされたっていうことが結構嬉しかったりとかね、頼られたりすると、おじゃあちょっと頑張っちゃおうかなっていう気に、まあ、なりがちだったりもするので、まあ、そういう意味からもやっぱりこう甘えてあげるというか、まあ、求めるというかね、あなたは何を必要としているのか、どんなことで支えたい、欲しいと思っているのかということを、まあ、言葉にしてあげると、まあ、彼はその通りにあなたを支えてくれるようになるというお話です。そして3番目です。はい、まあ、これは男女関係ないですけど、何かに力を尽くしている、何かについて頑張っている、他人から見てねやっぱりこう応援できるほど頑張っている人ってやっぱり力になりたく、それはなりますよね。それが身近な人であればね、もう本当にテレビの向こうとか別世界でさ、こう頑張ってるね、スポーツ選手とか見て応援っていう話だけじゃなくてさ、身近にそういう人がいて具体的に自分の力になれることがあれば、それはやっぱり仲間であるし好きな人であるし、まあ、好きというところまでいかなくても近い距離にいる人であるならば、それは助けたいと思うし、何かできるんだったら、お力になりますよというふうにそれは言いたくもなりますよ。ただね、何もしないで、なんかね空から大金降ってこないかなとかね、まあ、なんかいい男が白馬に乗って迎えに来ないかなみたいなこと言ってる人を誰か助けようとか支えようと思うかったら、それは助けないし支えないじゃないですか。それは男も女もね、だからあなたが何かに対して、まあ、仕事であるとか、まあ、趣味の分野でもいいし、ね、まあ、どんなことであれあなたが頑張ってることがあって、それに関してね、ちょっとこういうことであんたに力を借りたいんだっていうふうに言われれば、まあ、さっきの2番の話と絡めてね、まあ、男の人は支えたくなりますよね。ちょっと私仕事が忙しいから、ちょっとそっちに夢中だし、まあ、こっちでねこういう成果を絶対出したいと思ってるんだと、でそのためにしばらく集中したいから、まあ、悪いけど家の家事とか、まあ、子育てとかちょっと力貸してくんないか助けてくんないかとか、まあ、そういう話をしたりとかね、まあ、こういうことで私、頑張ってるんで、まあ、ちょっとそういう時に心が折れそうな時にそばにいてほしいんだっていうふうに言われれば、あそうか、じゃあ、そばにいようかなっていう話になったりとか、まあ、いろんなケースがね、考えられる。それは男も女もそうで、あなたもやっぱり一生懸命な人とか身近でね、あすごい頑張ってんなこの人、なんか私力になれることある、手伝うよとはね、なんか支えられることあったらやるよっていうふうに、まあついつい言ってしまうことってありますよね。それが特に、まあ、男女間とかね、まあ、男と女の関係になってるところで、まあ本当にねそのパートナーが何かに対して一生懸命であれば、それは支えたいよねっていうふうに
まあ思うよね、男も女もねと、まあそんなお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、ちょっとね経路が変わりますが、他の男の存在を感じる時なんですよね。まああなたが他の男の人とまあちょっとご飯を食べに行くとかね、まあちょっと他の人とまあ LINE をしているとか、他の男の話を出すとかね、まあちょっと別の影が感じ、男の影を感じると、まあそうすると男の人ってまずやっぱり追いかけたいというか、やっぱり捕まえとかなければいけないな、俺は他の男よりも俺の方がすげえんだ、いやあいつより俺の方がいいよねということをあなたに示さなければいけなくなるんだね。別にそれ義務じゃないんだけど、まあ、本能的にねあなたはやっぱり手放したくないし、あなたに対して自分のことをアピールしていきたいから、まあ、だからこそ、いや君がね頑張ってるこういうことに関しては全然力になるよとかね、俺は全然ねお前を守っちゃるわとかね、俺はお前を大事にしてやるよみたいなことで、まあ、言い方はいろいろあると思うんですけど、あなたに対してこう自分がねこうあなたを支えたいアピール、そして、現実に支えてくれるようなことをする、まあ頻繁にね、あなたが LINE をしてもそれについてすぐ返してくれたりとか、まあなんか困ったことがあったらすぐ相談に乗ってくれたりとかね、まあ、場合によっては物理的にね力を貸してくれるっていうこともあるでしょう。ね、まあどうしてもこう安穏としてしまうというか、関係がある程度成立しちゃってね、なんとなく日常が習慣になってしまうと、まあそれでよしと思って、まあそれこそ愛情表現もしなくなるみたいなね話は先日ねこんなお話で差し上げましたね。まあ男の人ってね安心しちゃうと何もしないという話、画像が出ていて、こちらにリンクが出てるんで、まあ、この話もちょっと思い出していただきたいんですけど、逆にあなたがちょっとした緊張感を与えてあげたりとか、彼にね自分の存在感をアピールさせるという意味で、他の男性のまあ影、まあそこまでいかないにしても、ちょっとあなたがね、いや私あなたを支えてくれないんだ、あなたが私を支えてくれないんだったらもういいわとか、もうちょっとね私一人でずっといるような感じがするからもうちょっと無理かなみたいなことを匂わせたりすると、おいよちょっと待て、俺はお前をこんなに支えてるじゃないか、これからも支えるよということを、まあ、言ってくれたりすることが多いので、まあ、ぜひね他の男の存在を、まあ、感じさせるというか、まあ、感じた時男の人はそういうふうになるよねというお話です。さあ、そして、5番目こちらです。はい、期待をできる時ですよね。あなたを支えた結果、そこにどんなね、まあ、幸せとか、どんな彼にとってのメリットがあるか、まあ、メリットっていう言い方は良くないかもしれないが、まあ、彼にとって満ち足りた何かというものがその先にあるのかどうかというのは結構重要で、まあ、これは男の逆にしてもそうで、人をね支えたいとか、まあ、人に対して力を尽くす時に、まあ、見返りを期待するってどういうことだっていうのはまず一つ問題としてはあるんです。まあ見返りをね求めないことが愛じゃないかとか、本当に好きだったら見返りを求めずに支えることだよねという話も、まあそれはおっしゃる通りだし、僕もよくそういう話をします。とはいえね、現実にはさ、やっぱりね何があるか分かんないというか、まあこの先ね彼女を支えたところでなんか全然彼女の気持ちこっちに振り向くこともないよねとか、明らかに彼女は俺のこと嫌いだよね、そう思ってる人のことを支えたいかって言ったら、それは支えないし、あなたもね、彼の力になったところで彼が絶対にあなたに振り向くことはないし、絶対にあなたと距離を縮めないっていうことは分かりきってるんだったら、いくらちょっといい男だなと思っても、まあなんか支えたところでなんか私いいことあるっていうふうに、まあ、心のどっかで思っちゃいますよね。だからこそね、距離をちょっと遠ざけて、まあ近づいていきながら力になろうなんてやっぱり思わない話になっちゃうので、まあその先にね何があるか、例えば、まあ、私ねすごく頑張って、今こういうことやっていてすごくしんどい時はあるんだけど、でもこういう時にねやっぱりなんとかさんに支えられていて、これを乗り越えた時はやっぱりなんとかさんの気持ちに応えたいと思ってんだよねとかね、まあこれをね乗り越えた時にはなんとかさんと、旅行とか行きたいなとか思っててみたいなね、話とか、まあこれも言い方とかねアプローチの仕方はいろいろあると思いますけど、その先にね何かやっぱり期待できる何かだから、そうなった時に私はあなたのことを好きになるよとか、まあ、2人でこういうことをしようねとか、まあその分ね私も今度あなたのことを支えられるよ、私もそういう覚悟を持ってあなたに支えてもらってるんだっていうことを言うとかね、まあこれもいろんなね表現の仕方があっていいと思うんですが、そういう気持ちをね、お示しになって、彼がその支えるモチベーションというか、まあ、やる気、その理由を、まあ、見出すことができると、あなたをねまあ、ずっとその理由が見えている限りは支え続けるようになると、まあそんなお話です。さあ、そして、最後6番目はこちらですね。はい、
支えることができるかどうかなんです、彼がそれができるかどうか、できないことはできないじゃないですか。あなたが期待をしてもね、あなたがそれを求めても彼にはできないこともできることもある。それは男女逆にしてもそうですよ。あなたがね、やっぱり私は辛くてしんどい時にすぐに電話をして電話を返してくれる人、そういうことをされることによって私は支えられてるという実感を得られるんだ、だから電話を毎日してくださいねって言われても、いやすいません僕仕事なんて無理ですっていう、まあそれはあり得るじゃないですか。例えばあなたがね、まあものすごくこう専門的な、まあ何かこう研究職かなんかでね、まあ私こんな仕事を支えてくれる人っていうのは、まあ、なんか海外のね、まあ論文いろいろ持ってきて、で私に対して情報を提供してくれる人、そういう支えてくれる人が欲しいな、いやいやそんな専門知識俺にはないから無理だよっていう、そういう話になったりもしますよね。まあ何を求めるかによって違うんだが、彼にとってそれがねできることかできないことかっていう問題はある。だからそこは、まあコミュニケーションで埋め合わせをしていかなければいけなくて、一番目にも言ったように、まあ、あなたがね、まあどんなことで求め、あなたに支えてほしいのかって思ってることを伝えること、そして、彼だったらどういうことが支えられるかっていうことをねちゃんと話をしておくこと、まあだから支える支えないっていう ね話も、まあこのね何を持ってっていうところが結構重要だったりもするので、彼がね俺は君のことを随分支えてるんだよというふうに言っても、あなたからしてみると、いやいやそれ全然支えてることにならないよっていうこともあり得るっていう話はね、まあ、一番目のあたりでも申し上げたように、まあ、ここはだから、まあ彼がねそれができることなのかどうかっていうことは確認をしたりとか、じゃあ彼がどういう形であればねあなたを支えることができるのか、それは、精神的なのかね、まあ、物理的なのかとか、ね、まあ、いろんな問題があると思います、まあ、そこをちょっと冷静に、彼とまあ向き合ってというかコミュニケーションを取りながら、まあどういうことであればできるのかなっていうことを見つけることができると、まあそうか、じゃあ俺はこういうことで彼女を支えればいい、それで彼女が安心してくれて、ね、まあ心満たされて、そして、まあ、2人の信頼関係が深まっていくんだったら、まあ、ずっとね支えていきたいなっていうふうに思う、もちろんそれはね時と場合状況環境によって変わっていくこともあるので、それはまた変わった時にコミュニケーションでね、埋めていけばいい話だと思うので、ぜひまあ、一方的にねあなたが求めることだけではなくて、彼がそれをできるかどうかということを見極めて、できることであればねこれそれについては彼にね支えてもらえばいいし、まあ、できないことなのであればまた別の選択肢というものを彼にね、まあ、探してきてもらって、まあ何かしらそこでね落とし所を見つけて支えてもらえるようにしていただくといいのではないでしょうか。ということで、全6項目をご紹介を差し上げました。まあ一貫してね申し上げているのは、大概この辺の話というのはコミュニケーションでね大概埋まると、まあ、何ができるかとか何ができないかっていうことも含めてね、やっぱりお相手としっかり話をして、お相手ができることっていうことをあなたが把握してね、そしてあなたが求めていることっていうのをお相手に伝えることができて、そこで一致することができるならば、まあ、人はさ、冒頭にも申し上げたようにやっぱりこうね支えたい、自分が関わっている人がいて、その人が困っていることがあるならば力になりたい、そう大概はね思うんですよね。それがなかなかそうならないっていうのは、やっぱりどっかでコミュニケーションのエラーが起きてるということだから、まあ、そこを見直してあげていただくだけでね、お相手からは支えられるようになるし、まあ、大概誰からも支えられるというか、まあ、いつもねあの人誰かの支えがあったりとか、いつもみんなに力になってもらえてるよねっていう人っていうのは、大概ねその辺のコミュニケーション、まあこういうところでご紹介させてあげてるようなコミュニケーションが意外とうまくできてる方だったりもするので、まあ参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。